股関節のヒンジ動作が浅い。浅いと下半身が使えず手投げになりやすい。手首を返しながら上げるテイクバックの仕方は肘に負担がかかりやすい。肘が肩よりも上がるような上げ方は肘に負担がかかりやすい。トップを作るタイミングは遅くはないけど、もっと早くてもいい。遅れると肘の負担になる。リリースで肘が下がると負担になる。